どうも皆さんこんにちは、ミステリー作家の七尾よしです。俺的映画速報第9回。俺的映画速報では今週の国内映画興行収入ランキングと気になる映画ニュース3本をピックアップしてお届けしております。今日はね、東宝シネマ新宿にOnce Upon a Time in America ディレクターズカット版をね見てきたんですけど、上映時間はまさかの251分、4時間超えですよ。朝スタートから10時で、3時間後に休憩10分が入って、まあ終わったのがね2時過ぎてましたね。映画料金はね、もう時間を考えればお得な1100円。劇場は満席でした。年配の方が多かったですね。なんたって4時間ですからね。 2,3 人は上映中に亡くなった人も出てるんじゃないですかね。いやでもね、ほんと見応えは十分でした。最後までね、エンドロールが終わるまで誰も席立ちませんでしたね。とまあそれはさておき、2月2日3日の国内映画興行収入ランキング、興行通信社データが発表されました。2月最初の週末は3本の新作がクランクイン。新作7つの会議が首位で好スタートを切りました。作品はテレビ化ドラマ化された池井戸潤の同名企業犯罪小説を野村萬斎主演で映画化したものです。はい、先日僕もレビューを上げてますね。土日2日間で動員26万人、興収3億3400万円を記録したそうです。これは昨年6月に公開され、最終興行収入 17.4 億円を記録した池井戸潤原作を映画化した空飛ぶタイヤの興収比 125.6% の成績。公開3日間では動員35万1000人、興収4億3400万円を上げており、20億円超えが確実な好スタートを切ったとあります。あ、やっぱりね、もうね、その興行収入ランキングってもう映画館ね、あの初日映画館入ったらすぐ分かりますね。昼の回だろうが夜の回だろうが、もう満員御礼ですよ。それに対してこける映画っていうのはもう初日からガラガラなんですよね。結構宣伝を派手に打ったやつでもそうなることもあるし、でもね、7つの会議はどうなのかなと思ってましたけど、いやいやいや、こんなね、やっぱり根強い池井戸潤原作のファン多いってことですかね。でもランキングトップを飾るためにはね、ある程度幅広い年齢層に見てもらわないとなかなかそうはならないんですけど、7つの会議っていうとね、まあ、ある程度中年の男性ってイメージだったんですけど、結構若い人たちが見たということかな。でも主演し、まあ、出演してる役者陣おっさんばっかですからね、若い子なんてほとんど出てないし、でまたね、女子がね、もうほとんど女優さんもほとんどいないような状態でしたから、花はあんまりない映画だと思うんですけどね。ああそうか、若い人たちね、今ブラック企業でかなりこう虐げられて苦しんでる人たちが多いから、こうやって自分たちを虐げている権力をバッサバッサとなぎ倒していくような映画、爽快感があるのかな、カタルシスがあるんですかね。今回は謎解き要素がかなり大きいので、ミステリー好きな人もね楽しめると思いますよ。来週以降のランキングが楽しみですね。口コミで広がっていくのか、それとも初週止まりなのか、なんともこの映画は読めませんね。そして2位は2週連続首位だったマスカレードホテル。週末2日間で動員23万人、興収3億1600万円を上げて、累計動員は207万人、興収は26億円を突破したとあります。どうなんですかね、これから40億円ぐらいはいけるのかな、それとも50億円の大台に乗るのでしょうか。個人的にはちょっとミステリーがダメかなと思ってるので、まあ、役者さんの魅力で見せていくタイプの映画でしたね。こちらもね、映画レビュー出してますので、そちらをチェックしてみてください。そして新作雪の花が3位に初登場です。同作は中島美嘉のヒット曲雪の花をモチーフに、登坂広臣と中条あゆみ主演で描くラブストーリーです。2月1日から公開され、土日2日間で動員15万1000人、興収1億9900万円を上げたそうです。これは14年8月に公開され、最終興収 24.7 億円を記録した登坂主演ホットロードの興収比 51.2%。昨年12月に公開された中条主演ニセ恋の興収比、こちらは 260% の成績。キャ
客層は10代の女子高生から40代の恋愛映画ファンまで幅広い。公開3日間では動員23万人、興収2億8400万円を記録しており、まずは興収10億円が当面の目標となりそうな出足となったとあります。まあこの映画ね、個人的に僕あんまりね、ラブストーリーって人のね、色恋されたというかね、あんまり興味ないんで、ラブストーリー苦手なんですよね。小説もね、ラブストーリー結構読むのも書くのも苦手。一回ね、僕はもう疲れたよっていう、まあちょっとラブストーリー風のミステリー書いたことありますけど、まあね、どうですかね、読んでくれた方はね、結構評判悪くはなかったんですけどね、僕はあんまり自分はね、ラブストーリー向けではないかなっていうかね。でこの雪の花なんだけど、フィルマークスの評価を見てもね、ちょっといまいちな感じでしたね。僕は今んとこね、この映画見る予定はないです。僕のレビュー聞きたいっていう人がいたらね、ごめんなさい。そして前週2位スタートを切った12人の死にたい子供たちは4位、週末2日間で動員14万4000人、興収1億8500万円を上げ、累計動員は61万人、興収は7億7000万円を超えたそうです。どうなんですかねこの成績。映画はね、悪くなかったと思うんですけど、公開関数が、341に対してこの成績だと、どうなん、微妙なとこじゃないですかね。よくわかんないですけどね。個人的には若手の役者さんたちの演技がとても素晴らしかったので、もうちょっと伸びてもいいんじゃないかなとは思うんですけどね。ちょっと内容が地味すぎるかな。はい。そして新作メリーポピンズリターンは5位にランクイン。アカデミー賞5部門に輝いた1964年公開の名作ディズニー映画メリーポピンズの20年後を描いた続編です。あ、こちらも先日レビューしておりますね。2月1日から公開され、土日2日間で動員13万9000人、興収1億8600万円を上げたそうです。公開3日では動員20万人、興収2億6000万円を突破している。こちらがね、思ったより伸びなかったですね。確かにね、この映画も結構早い段階で見に行ったんですけど、あんまり客入りが良かったとは言えなかったですからね。どうなんですかね、メリーポピンズってそれなりの知名度のある作品だとは思うんだけどな。メリーポピンズを演じたエミリー・ブラントはとてもね、うまかったと思うんですけど、彼女自身にそこまでのまだ求心力がないのかな。どちらかというと演技派でね、地味な役者さんになると思うんですよね。あんまり花がある役者さんじゃないですよね。とはいえディズニーのね、この対策にしては5位スタートっていうのはかなり不本意だったんじゃないでしょうかね。公開関数も368ですから、かなり多いですからね。ディズニーのキャラクターにも当たり外れっていうのが結構あるんですね。なお公開13週目に入ったボヘミアン・ラプソディは6位で、累計動員は794万人、興収は109億円を突破しました。第1位の美女と野獣が確か124億円ですから、あとちょびっとでね、ミュージカル部門、音楽ミュージカル部門で歴代1位になりますね。行くかな。アカデミー賞ノミネートされてるんで、これでもし受賞するようなことがあったら多分突破するんじゃないかなと思います。頑張ってほしい。はい、というわけでいかがだったでしょうか。国内映画興行収入ランキングはまあこんな感じになりました。まあ年末クリスマス映画合戦が終わって、今のところね、ちょっとおとなしめな動きになってますよね。さあ続きまして、気になる映画ニュースを3本ピックアップしてお届けします。まずは第1本目、キネマ旬報ベスト10、万引き家族が日本映画第1位に、安藤サクラと柄本佑も受賞。キネマ旬報ベスト10日本映画部門の第1位に輝いたのは万引き家族。同作は読者選出日本映画ベスト10でも1位を獲得し、監督を務めた是枝裕和は読者選出日本映画監督賞を受賞した。主演女優を獲得した安藤サクラは、すごく嬉しかったですが、受賞の知らせを聞いた瞬間はどこか他人事のような感じでした。でも主演男優賞が柄本佑さんですと聞いた時は飛び上がって喜びましたとコメントしたそうです。いやー、夫婦揃って受賞ってすごいですよね。ちなみに外国映画部門の第1位となったのはマーティン・マクドナー監督作スリー・ビルボード。
読者選出外国映画ベスト10でも1位に輝いた本作は第90回アカデミー賞で主演女優賞、助演男優賞を獲得しています。スリービルボードはね、もう各方面からすごく評価高いですよね。だけどね、個人的には僕はね、あんまりだったんだよな、あれ。まあ確かにね、シナリオはね、斜め上の方に行ってぶっ飛んでると思ったけど、そこまであれ面白いかな。ごめんなさいね。はい、次のニュースいきますね。荒井博文の逮捕報道を受け、台風家族2019年初夏の公開を延期。荒井博文の逮捕報道を受け、2019年初夏に予定されていた台風家族の公開が延期となった。配給を担当するキノフィルムズが公式ツイッターで発表しました。2月1日に女性への暴行容疑で逮捕された荒井博文。キノフィルムズは事件の経過を見ながら今後の対応を決めてまいります。公開を楽しみにしてくださった皆様、申し訳ございませんがお待ちいただくようお願い申し上げますと投稿しています。また荒井博文の所属事務所であるアノレは、所属俳優荒井博文の件につきましてと題した書面を公式サイトに発表、遺憾の意を表明しています。で、このね、延期になった台風家族という映画ですけども、銀行強盗を敢行後、行方不明になった両親の火葬葬儀のため、久しぶりに集まった鈴木家のある真夏の一日をブラックユーモアを交えて描く作品だそうですね。荒井博文は鈴木家の次男、京介を演じているそうです。まあ、この手の騒動が起こるたんびによく言われることですけど、作品には罪はないよね、確かに。公開予定の作品も延期だし、今まで出演していたドラマ、映画も全てお蔵入りしてしまうんですよね、このこういうケースだと。それって一体何の意味があるのかなとは思うんだけど、でも冷静になって考えてみると、作り手にとってね、これやられるのが、まあ本人ね、作り手である本人にとってこれやられるのが一番痛いんですよ。これ以上の痛恨のダメージはないですね。役者を含めた作り手にとって一番残酷な仕打ちだと思います。そういう意味では意義は全くないとは言わないんだけど、映画や小説を含めた著作物っていうのは、もうこれは日本の文化ですからね。それがこんなことでなかったも同然にされてしまうっていうのはね、ちょっとやっぱり納得いかないですね。世の中ますます不寛容、イントレランスな方向に向かっていて、まあ、個人的にはね、なんだかなって思います。はい、そして3本目、最後のニュースになりますね。ショーン・オブ・ザ・デッド15年越しの劇場公開決定。エドガー・ライトが2004年に発表したショーン・オブ・ザ・デッドが日本で初めて劇場公開されることが明らかになりました。3月29日より東京東宝シネマズ日比谷ほか限定上映されるそうです。本作はジョージ・ A ・ロメロ監督のゾンビを下敷きに、大人になりきれないダメ男ショーンとゾンビの戦いを描いたホラーコメディです。主演を務めたサイモン・ペックは監督のライトと共に脚本を執筆してるんですね。その他ニック・フロスト、ケイト・アシュフィールドらがキャストに名を連ねた。はいはいはい、これ嬉しい人には嬉しいんじゃないですかね。ジョージ・ A ・ロメロ監督でゾンビ映画の金字塔、ゾンビをパロディにした映画なんですよ。個人的にはね、申し訳ないけどさっぱり面白いとは思えないんだけど、これね、刺さる人には大いに刺さる、もはやカルト映画なんですよ。イギリスでも大ヒットした映画なんだけど、日本では劇場未公開だったんですね。それが口コミで広がって熱狂的なファンを生み続け、ついに15年の歳月を経て晴れて日本劇場公開と相成りました。まああれですかね、日本のね、去年公開されたカメラを止めるなみたいなもんですかね。なんでって思うような作品が熱狂的に盛り上がることってたまにありますよね。ああ、そういえばさ、同じエドガー・ライト監督で主演サイモン・ペッグの作品でホットファズ俺たちスーパーポリスメンって映画があったけど、あれもインターネットの署名運動によって劇場公開されたっていう経緯ありましたよね。僕ね、あの映画も苦手だったんだよね。どういうわけかイギリス映画が全体的に苦手なんですよね。なんかあの独特のテンポというか、うまくね例えられないんですけど、コントレックスのミネラルウォーターを飲まされてる感じ、うまく表現できないんだけどなんか口に合わないっていうね、
分かってくれる人いませんかね。イギリス映画全体的に苦手です。だけどケンローチ監督の映画好きなんだけどね。いやあと狼男アメリカンなんていうのもありましたね。まああれはあれでね、変身シーンは確かにすごいんだけど、物語とか演出はねすっごく癖がありましたよね。とまあ今週はこんな感じですかね。この動画の概要欄に過去の映画レビューのリンクを貼り付けておきますので、そちらもチェックしてみてください。映画は愛用順にタイトルが並んでますので見つけやすいと思います。皆さんの気になる映画の評価額は一体いくらなんでしょうか。そして、このチャンネルでは新作映画をなるべく早い段階でレビューして皆さんの映画ライフのお役に立ちたいと思いますので、チャンネル登録、評価額じゃなくてチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたしますね。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さんまた次回の動画でお会いいたしましょう。オーバー。もしこの動画を気に入ってもらえたら高評価をお願いします。チャンネル登録は下のアイコンをクリック、 iPhone やスマートフォンの場合はタップしてください。よろしくお願いいたします。